ミクニッツラジオ、イエーイ始まりました。こんにちはミクニマリコです。こんにちはほぼ日の美智子です。あこんにちはほぼ日野森です。どうもこんにちはにちこんにちは,にちは、はい、今日はこのすいませんびっくりな手書き風のアイなんですけどのあ,あのね私たちはミクニッツプロジェクトを運営する仲間じゃないですか、はいはい、<laughs> でミクニッツではあの え写真をねあの商品ができた時にスタイリストさんとかカメラマンさんとかと素敵に写真を撮ってプロジェクトを発表するっていう流れでいつもねやらせていただいてますけどあのスタイリストさんとかカメラマンさんにこんなカットを撮ってほしいみたいなのをお伝えする時に「あの恐怖のラフ」って呼ばれてるんですけど社内で。<laughs> 恐怖のラフをしたためまして、し本当にすいませんいつも。あれこれでもね、これでも上手になったんですよ皆さん。<わ> <laughs> こんな下手な絵ですけど、そ<や>れでも <laughs> あのまあこれはね、あの今度も近々多分皆さんに発表できるかなと思ってるんですけど、うんはい、春夏ものがねまたね出る予定なので、うん、それの打ち合わせをした時の絵です。はいはいはい。はいはいはい こんな表面から撮ってほしいとかニット柄のアップを撮ってほしいみたいなのをうん、うん、私は実はこんなふうに1枚の小さい紙に書いてるうちに表とかに入れてますっていう<ー>地味な告白でしたいつもお顔さんがねこの絵を楽しみにしてらっしゃるからね <laughs> お顔さん最初の頃は本当にどぎも抜かれてましたももう何年もね8年とか 何、うん、年とかご一緒させていただいてるんですけど、うん、本当に。 この後継者として一時あの森子ちゃんが書いてた時もあってあ <laughs> なんかその先輩の画風にお踏襲してましたよねそう私もすっごい背負が衝撃で<あ> <laughs> 本当ですかなんかこういう風に書いたらいいんだなって思って <laughs> 悪い影響悪い影響に慕わってますね子ん <laughs> 森子は絶対本当は上手なはずなのに悪い影響が出ました二人ともチャーミングな絵です <laughs> いやすいませんすいませんではでは早速森子のお話に行きましょうかはい、はいはい、よろしくお願いしますお願いします はね、これですね、はい、今日は本のこととあのこれは「モネ庭とレシピ」っていう本なんですけどモネがあの晩年まで過ごしていたあのフランスのお家とお庭について書かれている本ですごく内容が充実というか。 わかりやすくそして楽しく読める本なんですけどお庭の紹介植物の紹介もされていたりとか,かいいあともちろんモネの描いていた絵だったりとかでもその絵ちょっと意外だねあ,あの今多分これ出せないと思うんですけど <laughs> すおじさんの絵とか、ね、肉の絵とかあんまりモネでは有名ではない絵ですよねそういうのも載ってます著者は誰ですか著者は林 あやのさんですかね読み方ちょっと待って。ね、はい、日本の方。結構何冊か出されてますよね。そうですね。なんかこのシリーズもなんかいろいろあるみたいで。画家の料理とかを再現したりとか、はい、学芸員の方ですよね。そうですね。私、塩熱大陸見ました、はい、この人の。<あ>めっちゃ面白かった。そうなんですか。えー、結構前だけど。へ、はい、えー。まさにこの本にも、のモネが食べていたって言われている、なんかレシピが。 紹介されています、ね、素敵これを読んでて私がすごく気になったのがこのモネが住んでいたお家の中のインテリアがすごく素敵で、うん、これもちょっとお見せできないのが残念なんですけどいいすごいダイニングですかねここはダイニングだと思うんですけどすごいいい部屋全体が黄色で塗られていて明るいはい、うん、とっても明るいんですタイルがかねなん<ー>だろう 赤と白の一抹模様の。がいかにモネが成功者だったのかっていうのがよくわかる感じですね。はい、すごい明るいところでご飯を食べていた。素敵もすごく素敵で、キッチンは全体がブルーになっていてタイルも素敵なんです。かわいい。いいはい。はい、皆さんよかったら本を見てください,、はい。ぜひ見ていただきたくて。えー、いいなんかこんなところで暮らしてああいう絵を描いていたんだなっていうのが。 すごく素敵だなと思っていてすごい色に囲まれて生活してたからああいう絵だったのかなと思いつつなんかみくにさんとかみちこさんがお仕事をしている時とか編み物をしている時とか,なんか自分でこういう環境でなんかやりたいっていうなんか環境作りとかしてますかっていうのをちょっと聞いてみたくて。さんどうでう、はい、環境ですすかか環境はい はあ、そうですね。居心地がいいところがいいけどね、<ー>私はでもずっとこの仕事始めてから20年ぐらい台所でやってますよ。<あ> <laughs> 台所のの隅っこでやってて、<laughs> なんかそれが落ち着くので。はい 編み物って場所取らないからさ、椅子、<ー>椅子があったら、大丈夫なのよ。なるほど。<laughs> 大きい道具がいらないですからね。肩、ね、折り機みたいな、いらないですもん、ね。<laughs> ああ、まあまあ、そうだよね、<laughs> 確かに。みっちゃんは仕事の環境ってどんな風に整えてるの。私の場合は、家の、なんか、あの、やっぱ、日当たりのいい場所と、まあ。全然、日が入らない部屋があってあ<ー>。なんか、やっぱ、一応、日の入る部屋に。 朝はパソコンとかをセッティングして家でやるときはやってます。そこに出勤するような感じ。なるほど、日当たり重視で。うんうん。なので家の本当ダイニングテーブルをもう勝手に一人使っているっていう感じですね。ダイニングテーブルぐらいでなんかねいいんだよね。いいんですよね。モニターを移動させるの若干面倒ではあるんですけど。あ、そっかモニターもちゃんと。そうなんですよ。でかいやつ二十七インチの。 かかすすっっと置いてやってやます、うん、なんかどどしり森うで,すかで私は割と環境があまりそう整えられないタイプなのか、うん、会社だとやっぱあの机があってってやるんですけどうん、うん、家だとだんだん気づいたらなんか椅子に座ってられないのかだんだん地べたにす <laughs> 床に座ってや <laughs> ってたりしてて <laughs> だからあっ<う>かちゃんとしなきゃだ目だなって思ってちょっと聞いてみようかなと思って。えー やってました<ー>、はい、気を付いたら地べたっていうのはそれはそれが心地よい,いな,なんか落ち着くみたいで床に座って作業する方がなんかいいのかそうですね私の部屋でこうだんだん壁に寄りかかって <laughs> <laughs> 一番シンプル 状態にパソコンを抱えてってことは。<laughs> はい、机とかはないの？机一応あるんですけど。あるけれど。そうなんです。そうなんだ。だんだんずりずりずりっと。えー。うん、でも気分は変わるのかもしれないですね。なんかね、ね最初机に座ってたけどた <laughs> ちょっと姿勢が悪くなっちゃったりするので、そこはちょっと直していきたいなと。えー。<laughs> す,すごい。 はいでは今週も、はい、あの三国さんにいただいた質問を答えていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはいあなんかありがたいことにほぼ日と三国まりこさんのファンというラジオネームの方から <laughs> 質問をいただきましたお世話になっておりますお世話になっております。 私は40代半ばで白髪がぽつぽつ出てきています。何十年か染め続けるのもため息が出るし、ナチュラルなまま白髪と過ごすのも周りの目が気になり勇気が出ません。んぶしつけな質問ですが、三国さんは白髪とどのように付き合っていますか、うん、ラジオ楽しみにしています。と,、うん、あということです。ありがとうございます。ありがとうございます。白髪ですか。そうですね。私も、私も50歳なんですけど、うんうん がが出始めたのが5年ぐらい前ぐららいい前ああ、うん、これが白髪ねみたいなこんにちはみたいな感じだったんですけどね、うん、まだそこまで増えておらず、うん、えっとね、うん、今使ってるのはねヘナっていうあ天然なやつですよね。で私はちょっとアレルギーがあるのもあってそれにしてるんですけど。 ヘナで染めるとねこの白髪が全部他の髪に混じるわけじゃない他の髪と同じトーンになるわけじゃなくってあこの人白髪染めしてるんだねって分かる感じの茶色になるのねうん、うん、なんかそのぐらいで私はちょうどいいのあの全部同じトーンにする必要もなくんなんかそういう五十柄まりの人だなっていう感じに見え で、かつ髪の毛がちょっと茶色いのが今はいいかなって思ってるんだけど、みっちゃんとかはどうですか、はい、そう、私はあのこれを読んで、私は実は28歳ぐらいから白髪なんですよ。だから40代半ばなんて羨ましいぐらいの。<laughs> そう人によるなーって思うんですけど、まあ、うちは家系ですかね。母親もそうだったんで。うん,うん。若白髪的なことかね。うん、そう、若白髪と言っていいんでしょうかね。ねうんなんですよ。なので、私は2週に1回染めてます。あ、それはどのような感じで、ね、自分でそう、家で染めてます。うんなんか、あのね、一応、自分なりのこだわりとしては、はい、あの、すごい暗めのカラーと明るめのカラーを交互にやってます。 それはなぜ、えー、なんかやっぱり白髪染めの世界って、うん、あのブラウンって言いつつもかなりブラック寄りなことが多いんですよメーカーにもよると思うんですけどすだからなんかダークトーンブラウンとかだともうほぼ黒ねっていう解釈 <laughs> だんだん私は分かってきたんですけど<ー>なるほどねみたいな感じで<ら>青みが入ってるのかな,なんですかねどうなんですかねうそうあの最近はね結構 白が出てきたから金髪寄りにするみたいな人もいたりとかして、あ、そっち方向もいいなって思ったんですけど、私が28歳ぐらいの時はちょっとそこまで金髪一般的じゃなかったから、なんか染めちゃったんですけど、一回ね、染めちゃうと、ヘナとかだといいかもしれないんですけど、あの、次の髪色に変えるのが難しくなるんですよね、やっぱり。脱色しないといけないってことですそうなんですよ。脱色が、あの、普通の髪の色素みたいに抜けなくなっちゃうんですよね、染めちゃうと。ころ なので、なんか、いっそ、染め、金髪方面に振ってみるのもうん、うん、いいのかもって、私はちょっと読んで思ったりしました、うん。みっちゃんはさ、その染めるっていう作業が、こう、苦じゃない感じあ、あやめ、めんどくさいなあとは思うんですけど、どうん、ねやっぱりなんか、 まだまだ元気で見られたいみたいなあーなるほど気持ちはありますねやっぱりねどう見られたいかっていうことそうですねなんか結構あのあの暮らし系の本とか読むと、うん、自然体で付き合うのが一番みたいな、うん、<laughs> お言葉が書いてあったりするんですけどそす、ね、いろんな人が出てきたね、うん、最近そうそうなんですよね、うん、なんか近藤里さんとかも遊べ、まあ、ないのが一番っておっしゃってたりとかね、うん、そういうスタイルも素敵だなとは思うんですけど、うん、まあかといってあの黒髪の人が好き 好きな髪色にするのだって自由なわけだし。<う>白髪の私が好きな髪型にするのもいいじゃないかと思いながら染めてます。私がね、その白髪がちょっと混じってる女性で、本当にチャーミングだなって思うのが。お顔美代子さん。はい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 。の髪の毛が<ー>あの天然パーマというか、カーリーなのね。で、それが。羊みたいって言ったら、語弊があるんだけれども、<laughs> なんかね。 なんていうの、尊い感じがするの、その。うん、うん。グレイッシュで、こう、うーカーリー部屋で。本当に素敵なのよ、佇まいが、ね。わかります、わかります。ね、ま,すまあ、一足飛びに、あそこにはいけないわよって,思って。思 <laughs> <laughs> <も>うでも、ね、どっちみち憧れの人っていうのを。探してみるといいんじゃないですかね。うん,うん、わかります、ね。こういう風にやっていきたいっていう。いろんなね。 人いますからね、うん、もう今はそうですね、うん、そうですね、うんうん、まあ自分自分を時々あの毎日毎日鏡でじっくり見る暇ってなかなか日常の中でないんだけれどもなんか最近自分の顔変わってきたみたいなタイミングでちょっと向き合ってみるとまあそれも年を取る楽しみではあるかなと思います、うんうん、そうですね、うん、ありがとうございます,いますこんな感じです、ね、はいではじゃあ次のぞみさんからいただきましたはい。 相談です。子供を出産してから編み物を始め手芸に取り組む時間が全然なくてとても辛いです。 うん、子供は2歳と4歳の男の子で、毛糸が目につくところにあればすぐ遊び始めます。おうおう昼寝した時に少しでも編もうとするのですが、細切れの時間だと前回の流れを思い出すのに時間がかかり、なかなか編み進められません。うん、夜は疲れて自分もすぐに寝てしまいます。うん、編みたい気持ちがあるのに、編めないことがとても辛くて爆発しそうです。うん、毛糸だけは山のようにあります。三国さんにもこんな経験はありましたか 何か心を軽くする方法があれば、ぜひ教えてください。はい、はい、はい、ありましたよ。なんかね、うちは息子が赤ん坊の頃、私がこう網張りを手に取って。 で一目二目編み始めるともう音なんてしないんですよ。うん、その私の起きないでねこれから私編み物すんのっていう気配をさして <laughs> わって起きて泣き始めるっていう<ー>そういうタイプだったのでわ、うん、かりますその気持ち。みちこさんとこはどうですか。あもうもうまさにこの感じで<ー>系統が目につくところにあったらすぐに遊び始めますよそうだねお母さんがやってること。 自分もやりたいからねだからいかに取り出しやすくてすぐに隠せる場所に置くかっていうのが<あっ> <laughs> 命題でした。<laughs> 今は、と、程よい場所を発見して、そこに隠してます、毎回。編もうとするときどういう時間に編んでるの?。やっぱり、子供は寝た後ですね、今。から、あの、自分もすぐ寝てしまいますっていう気持ちもめっちゃわかるんですけど。どっちがサバイブするかってことだよね。そうですね、そうなんです、戦いに負ける時もあります。でも、ビクニさんも、そういう時があったんですね。あ、ありました。そしてね、なんだろう、その時は、本当に。 自分が生きてる今しかなないいじゃないだから、うん、そのおっしゃることすごくよく分かって爆発しそうな今っていうのはね本当にあるんだと思うの。うん、だけどね 子供っってあっという間に大きくなるのよ <laughs> 先輩いやそううなんですすよねそうそう思いまの時にもう3年かそれぐらいしたらもうお母さんが編み物してようが別に関係ねえやって感じに多分なるので自分のやりたいことができてくるからねだからまあ、うん、まあって言ったら本当に申し訳ないけれど。 そういう時はあると思います。で、なんかかんかもう子供の目をくすねて、あるいはサバイブしてちょこっとずつでも編んでいただけたらと思います。うん、ありがとうございます。おもえん応援してます。<laughs> いやいやいや。<laughs> では次もお子様系のものを今回はじゃあ2本続けていこうかなと思います。はい。はい。えー、みかん星人さんからいただきました。 みくにさんがお子さんに編んで良かったと思うものや思い出などありますか、うん、私は8歳と0歳の男の子と4歳の女の子がいますおお今育休中なので、うん、時間がある今何か作ろうかと考え中です、うん、という方とあと伊藤さんからいただきました、うん、編み物が好きです子供のものはすぐに編めるし可愛いので作りたいのですが、うん、息子4歳が超のつく厚がりです <laughs> <laughs> 帽子とベストは編みましたが厚そう そうでダメでした。息子のために何か編むのは諦めたつもりなのですが、心の中で数パーセント諦めきれていません。厚ガりさんでも大丈夫なニットってありますかということで、まあ子供に何編もうかなっていうご相談ですよね。あ、そうですね。私はあの海外の編み物本のえっと子供ニットのやつね、そういうのを見て編み込みのセーターとか編んでました。絶対可愛いやつ。可愛いですね。絶対。 あの喜ばれるもんでしたよ。周りにね本人っていうよりかは、本人はどんなセーターかってあまり着てしまうとわからないっていうか、褒められますよね。絶対目にした人は嬉しいですよね。そんなのね。そうね。みっちゃんはどうですか？編みました？私はまあ編もうとして挫折、挫折をしています。帽子を。 編もうとして <laughs>、うん、まだ本当に髪の毛が薄い時に <laughs> 今もうふさふさですけどね、うん、でもあの一個編まなきゃいけないんだなって思うと、うん、止まってましたあのうち双子なので <laughs> 残念うそうかどっちとも両方にかぶせないとやっぱりちょっと可哀想って感じそうなかなか難しいんですよね一個しかないものってなんかつい着せる頻度が減っちゃう あそうか、お揃いで外に出すっていうのが前提な感じなのか,だからな。ん、くそうなんですよね、うんあの。例えば帽子が1個だけあったとしたら、帽子じゃないんだけど、帽子的な何かはちょっと用意しなきゃみたいな気持ちにやっぱなりますよね。うん、片方だけ寒そうなの悪いかな、みたいな。<laughs> なるほど, <laughs> るほど、ね、<laughs> そうですね。そか、そうか。 他も一緒にする必要ないんですけどねきっとね双子って面白いしでもちょっと苦労もあるんだねそういうなんか自分が一番その双子の先入観に縛られてるなって思う時ありますねよその双子ちゃんとかを見るとさファッションチェックをするわけエミちゃんはあーでもそうですねしますねあと公園に双子がいたらもう必ずどんなに離れててもすぐわかりますあの子の双子双子チェックが双子チェック でも私もね妹と双子だとよく間違われてました年子だったのでうん、うん、大体母親が同じお揃いの服を着せてたから、ね、あいや絶対可愛い,いですかってかてそんなその度に顔とか全然似てなかったんですけど、ね、うちの双子も多分しほさんとみくにさんぐらいの離れ具合なのでなんかすごいわかります <laughs> あそうですか <laughs>、うん、そしてえっ、ー、となんだっけもう一人は ええと、まあ、<う>超厚がりさんの4歳の息子さんにね、ね、帽子とベストあんだけど、<laughs> うん、絶対可愛いと思うんですけど、それも。 暑そうでダメだったから何がいいかっていう、うん、あなるほどこれもねあの外国の子供向けのニットの本ってコットンのが多いのお<ー>、えー、だからコットンで編むといいんじゃないのかな、うん、すっごい実践的なアドバイス、うん、ですね確かにコットンなら着れるよね確かにスウェットみたいな感じ確かにお手入れもしやすそうでいいですね そうだねどうなんだろうそこら辺はうんそうかなあでもウールの方が弾いたりするのかななんかすごい食べこぼしとか洗うのにコットンは良さそうと思ったけど染み込んじゃうのかななるほどなるほどまあ吉足ですねははありがとうございますぜひコットンで何かチャレンジしてみてくださいでは次の質問いきますはいハオハオバナナさんからです作り目に関する質問いただきました。 えー、編み物関連の情報を見ていると、作り目を作る際、針の合数を大きめにしたり、うん、針を2本重ねたりして、うん、目を緩く作るようにアドバイスされていることがよくあります。はい。なんだけど、三国さんの状態っていうのが、あの、作り目の仕方に違いがあって、三、うん、国さん、針にかかった目から編み出す方法を取られています。うんうん、で、なんか、三国さんのこのことについてのお考えや、その他作り目にかける思いなどがあればお聞かせ願えればと思います。 ちなみに私は作り目をするときには綺麗に出来上がるようおまじないをかけながら編んでいますと。ね作り目ってでもそんすごくいっぱいあるんですよ種類が。あ<ー>で私がやっているあのやり方編み出していくやり方って汎用性があって、えー、とあまりその厚みがないからもたもたしないどんな、えー、と模様でも受け入れるような懐の深さがある。 と思ってます、うん、で指で作る作り目ってもっと一般的なものがあるんですけどあやとりみたいな感じあれは、えー、ともう少し厚みが出ますその分しっかりする良さがある。うん うん,うんあの、その他にもね、いろいろあるのよ。ゴム編みの作り目とかもあるし、別糸で作る作り目とかもあるし。別糸後でほどく。はい,は,いはい、はい、はい、ありますね、うん。なんかね、あの、そのプロジェクトによって、適する作り目っていうのがあるので。いろいろトライしてみるのが、一番いいのではと思いますよ。うん,うん。み、うんうん、さん、じゃ、いろいろトライした結果、うん、よく使われてる今の方法に落ち着いたって感じなんですか。うんうん、そうですね。 ねいろいろやってみて、うん、あとねゴム編みの作り目もちょっと大変なんだけどやるとすごく表情がえっ、ー、と決まる感じかっこよくなるのでそれもおすすめです。<ー>ちょっと複雑だけどね。えー、そんなのあるんだ。<laughs> 深い深いです、ね。知らなかったです。探 <laughs>、はい、しながら。<laughs> だってガンジーセーターのさそのところの。 ピコットの作り目とかもあるじゃないああはい、あれも面白かったです。や,ね、やりました。うーん えっと、あれは。ガータージの底のところを、こう、ピコットにしていくんだよね。そうでした。あれ面白かったです。うん、ちょっと装飾的な作り目とかね。うん、うん。二色で作る作り目とか、もう、もう、延々とある。すごい。本当、おみくにさん、あれとあらゆることを経験して、今があるっていうのをひししと感じました。ええ、あれ、手っ取り早いのよ。私がいつもやってるやつ。慣れると、すごくいいです。やっぱり糸の長さとか、気にしなくていいし。確かに。 ね、ありがとうございます。ますではでは、続きまして、リスナーの方からの作品を紹介するコーナーです。はい、はい、私のニット風景はい、ご自身の今編まれているものや、編んだ作品、編み物のお供のおやつなど、編み物にまつわる。あなたの目線から見えた風景をぜひ写真に撮ってお送りください。うん、毎週、三國まりこさんとリスナーの皆さんと見返りをしているような気持ちで楽しんでいきます。じゃ、今日は。 二つご紹介させていただきます。うん、えっと、明美さんからいただきました。えっと、三國さん、三國津ラジオの皆さん、こんにちは。こんにちは。1> 第一回放送、楽しく拝聴しました。ありがとうございます。えっと、公園で編み物をする話が面白くて、実は私もたまにやっているので。うん、仲間を見つけた気分でした。公園編みの写真を。 作ります模様編みがあるのと単純な編み方のものと同時に進めるのが習慣で公園には簡単な方を持って行き季節を楽しみながら編んでいます <laughs> このお写真のはこれはオパールのソックヤーンで毛糸のパンツを編んでいるところ落ち葉と長い影が秋らしいです放送を楽しみにしています皆さんお元気で楽しい編み物生活をといただきました いいちょっと時間ね、すいません。いつも収録なんで、多分いただいてからだいぶ経っちゃっていると思うんですけど、きっと今頃パンツできてるかな。きっとできてる気が、ちょうど胃腸が落ちてる時期の写真を送ってくださいました。そうやんだからね、丈夫で伸縮性もあるし。向いてますよね、激しく擦れそうなパンツには。すでにでき上がね。ね ありがとうございました。とすえっと、続きまして、ナオコさんからいただきました、はいえっと。ミクニッツラジオを月の輪を編みながら毎回楽しみに聞いています。編み物の話でなくいろいろなジャンルの情報も嬉しいです。さて最近テレビを見たり編み物をしながら足裏マッサージをしています。<ー>足裏マッサージです。<laughs> ちなみに使用しているのはラップのシーンです。うん、すごい。 それと今月の輪を後ろ身ごろに到達したところですが出来上がった部分をナイロンの巾着袋に入れてひとまとめにしています。とコットン製にしてたらかなりの <coughs> アンゴラが付着してしまって初めからナイロン製にすればよかった三國さんや皆さんのお話に刺激をもらいつつコツコツ編み物をする時間に幸せを感じています。 ととのこはい。ありがとうございます。なんか、いろいろこう、もりもりな感じですね。かわいい人が、猫さんがね、気持ちよさそうに、ね、歌ってますね。かわいい。足裏マッサージもしながら。ねそしてラジオも聞いていただきながら、編み物もしちゃって、もう一石三鳥ぐらいな時間ですね。 可愛い,い,い,いです月のはね、うん、大変ですけどで,す、ね、でもかなりできてきてますね出来上がりが楽しいどうですか進捗は月のは私はですねゴム編みが終わって、うん、最初の,あの色を変えて編み込みするゾーンに入ったところで衝撃を受けてます難しくて はあ、<laughs> 難しくてですか <laughs> すいません、今更。<laughs> いや、なんか、あの、増やし目をしながら、<ー>裏目が入りながら編み込みをするって、<ー>もうなんか、自転車に乗りながら弾をこう、<laughs> ジャグリングしつつ、<laughs> 電話をするみたいな、<laughs> いろいろやるじだ <laughs> 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 人はそれをしながらラップで足もで。も信じられない。ほんと天才です、なおこさん。ありがとうございます。日本の能力をね、<laughs> もう、思い知りました。はい、ながらはいありがとうございます。 では、えー、三国まりこさんへの質問はメールで受け付けております。県名を三国つラジオとして、ポストもアットマーク 1101.com までお送りください。編み物の質問でもそうじゃなくても楽しい質問をお待ちしております。 うん、私のニット風景もメールでお待ちしております。リスナーの皆さんが編んだ作品や編み物途中の様子を写真に撮って一言添えていただきご紹介します。ポストマー a n a t m 一 r k 1 1 0 1 c o m へ件名を私のニット風景としてお送りください。はい、はい、今週もありがとうございました。ありがとうございました。国さんいかがでしたか ああ、春っぽくなってきましたね、なんだかね。そうですね。<ー>なんかあの、今、節分が終わってちょっと経った時なんですけど、実は。あ、でも今週、結構割とすぐ放送される、はい、そうです、ね。そうんですけど、<laughs> 春っぽくなってきましたね。今年の分は今年編んでしまいましょう。あ<ー>はあ、はい、はい。<laughs> 年度って感じですか 3月末までに<う>って感じですかそう,そうですね。<laughs> 特に東京とかはすぐ暖かくなっちゃうからね。はい。うん、皆さん、あともうちょっと頑張りましょう。<laughs> はいそれではまた来週、三国日ラジオでお会いしましょう。たくさんの質問、ニット風景をお待ちしております。ありがとうございました。さようなら。さようなら、さようなら